テーマは仲間っていいな。松本幸太郎もうちの事務所に？本当なの浜さん？本当なのって、なんかあの前の事務所がえらい赤字出してうちの社長になんか泣きついてきたとか言って。嘘でしょ？まあ。だってうちアイドル系の事務所じゃない。いやまあね。誰が担当するのよ？私、俺が担当するから。え？バシバシ。でも私松本幸太郎の夢見たんだもん、1回目の鳥が終わった時。いやよ私、公園のベンチでね、明日のお笑いについて語り合ってる夢見たのよ。そんな言ってたらまた来るで、あのさ。来るもう、ほんと。おはようございます。来た、来た。おはようございます。あ、おはようございます。どうも。おはようございます。いやいや、おはよう、おはよう。点が増えたわ。ねえ、これ。これなんすか、これ。なんやこれ。先生、申し訳ございません。あの、うちの京子が今香水つけたばっかりで。できるだけわしから離れときよ。おい、まあまあ、まあまあ、先生、はい、先生、今度うちの事務所に移籍 なさった。ああ、せや、あの、お前とこの社長にえらい頼まれても最初嫌やってん。そうですか。ことやっとってんけども、あんまりにもかわいそうやから、まあ入ったろうかっちゅうことになってや。あ、浜さん、嘘。大した。先生、あの、一応先生の担当のマネージャー、私やらせていただきます。ああ、そうかそうか。君もな、わしみたいな背負うとったら、なかなか仕事もやりやすいやろ。そうなんだ。まあ先生、あの、今までの先生のスケジュールがガラガラだったもんで、私担当させていただきますから、どんな仕事でもですね、文句を言わずにやっていただきたい。分かっとるな、わしは今まで仕事を選んどったからスケジュールが空いとって。あ、その言葉は忘れないでくださいよ。だるめ、これからお前新人のつもりでバンバン頑張るから。あの、裏切ったらひどい目合わしますよ。何や、ひどい目は。いくら先生でも。いつ浜さん、ゴーゴー。やはり、あの、私ね、自分のこの会社のタレントはもうそんなのバシッといきますから、よろしくお願いしますよ。わしはお前憲法やっとってんの？いや、憲法やってたって言われても、その年が違います。やるんですか？まあまあな、いい根性しとるじゃん。頑張れ。あ、ちょっとあれ見したれ。あ、じゃあな、一からやり直すつもりで衣装も一新したい。あ、そうなんすか。イメチェンチュやっちゃう。これが先生の、これ皆さん、皆さん、新しい衣装です。これなんすか、これ。これ帯が、これはあの、会社の経費で落とすようになってますから。そういうこっちゃ。お願いします。この金造り、これはあの、京子ちゃんとあの浜さんの連名で、あの、まあ、これも会社の経費ということで落としてもらうということで、浜さん、先生に剥がしてもらう。あれ、勝手なことさらしやがって。先生、こら、こら、こら、舐めとったらあかんの。こら、こら、こら、こら。まあまあ、なかなかいい根性だ。まあ、今日のところは多めに見とこうか。楽しいわね、浜さん。分かったのか、先生。やってもらえない、こら。分かっとるかな、お前。頑張れ。あ、悪いもんじゃ、こら。あ、よろしくお願いします。すげえ。三重県の私立。浜さん、すごい。ほんで、俺ら我慢しとからの。このわけや、ほんま。浜さん、すごい。で、浜さん、ちょっといいかな。例の別番組の件で、ちょっと公開録画八戸。頼み事があるんだけど。うちむらちゃん。エディたるもの、2時間寝れば馬車馬のように働きます。2時間でこの回復力。人間変わったじゃない。その八戸の公開録画のことなんだけど、どうかな。あの、え、ちょっと浜さん、八戸ってそれ私のこと？京子。え、京子が行くの嫌だ。京子行かないことないの。京子ちゃん、八戸なんて。京子ちゃん、確かに八戸は遠いし寒いし大変やと思うけど、若いんやからそのぐらい頑張らなあかんがん。先生、八戸先生も行きます。え、先生も行きます。当たりな、お前。この子がお前メインやろうが。いや、これでも一応先生。先生、あの、京子ちゃんと抱き合わせということで。あ、抱き合わせ。あ、言うほうにいいこと書いて、抱き合わせ。じゃあ、あの、それで、あのね、今ね、あの、司会の楠谷絵里子さんがちょっと来てるんだけど。あ、そう。ちょっとここで顔合わせということで。当日会うよりいいか。いいか。じゃあ、楠谷さん、よろしくお願いします。おはようございます、楠谷絵里子です。よろしくお願いします。どうもございます。うちの小島京子でございます。京子です、よろしくね。え、向こうはあの、松本幸太郎でございます。ああ、松本先生、あなたが松本先生ですね。先生
クスタニ先生。クスタニさん挨拶してますよ。マネキアヌって何してるんですか、あなた。挨拶してください、ちゃんと。抽選で3名の方にメソポタミアの化石をプレゼントいたします。下待たれへんやないか。あのですね、それから飛行機はファーストクラスを私予約してきました。よくやってくれました。はい、それから部屋はスペシャルスイートを抑えました。どうもありがとう。そして付き人は3名、犬猫付きで OK です。どうもありがとう。すごいわ、一流のタレントって違うね。おい、じゃあどうなっとんの。あ、当日の朝8時、私運転しまして京子のしてアルトで迎えに来ました。かわいいわよ。お前わしこんな格好でアルト乗んのかよ。かわいいわよね、真っ赤な。お前そんなもん、お前首都高速始まっていないやと。お前先生、そんなこと言っても新幹線はグリーンですよ。あ、グリーンか。そうですよ、ね、もしよろしければ私のスイートが空いてますよ。あ、そうですか。いいんですか、スイート。スタニエリコです。いや、分かってますけど。いいんですか。どうぞ先生。クスタニさんのスイート。ただし私のワンちゃんのものなんですよ。やってられるか。やってられるかって、それ全部南原に私言いましたから。私全部この条件飲んでますか。南原、あ、まあ、何でも飲むなよお前。いやいやいや、その代わり先生が一番お望みのことをこれ叶えてくれるようにプロデューサーに言ってやりますから。なかなかお前話分かったろ。ねえ千村さん。そう言ってました。何を飲んでもうて。いや、僕が出番が出ること、プロデューサーに押してやってますから。さ、エンディングです。なんだら決め台詞ぐらいちゃんと言えよ。すいません。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。